はい、始まりましたということでね、今回何をしていきますかと言いますと、今回はね、このね、今来てると思うんですけど、このね、大きめのね、トレーナーを使ってね、一周観光でやっていきたいと思います。画面の中の僕がね、うるさすぎるのでね、これに負けないぐらい大きい声でね、やりたいと思います。大きい水振りさ、まあね、夏とかね、プロクラブで一周観光でとかやってみたんですけどもね、冬は何かってなった時にね、パーカーも迷ったんですけどね、今回はこのね、大きめのトレーナーで行こうと思いまして、このトレーナーでやってみました。それではね、月曜日から見ていきたいと思います。スタート。はい、今回はね、こんな感じで一つずつね、アイテムを取ってきていくって感じにしたいと思います。最初はね、このリーバイスの550ですね。丈を切ったやつ、めちゃめちゃ僕が重宝してるやつですね。ウエストはね、確かこれ42インチぐらいでね、だいぶ太めのパンツになってると思います。これね、丈を切ってからなんですけどね、僕はね、冬で一番使ってるんじゃないかっていうぐらい重宝してるパンツになってますね。そして今回カラビナをつけました。シンプルめな時はね、カラビナすごく目立っていいですよね。はい、次これ靴なんですけどね、箱から出てきました。これはクラークスのね、ちょっと変わった色のやつですね。そしてお次はね、キャップなんですけどね、これは1個前の動画で紹介しましたシュプリームのコーディロイのキャンプキャップでございます。そしてね、この形はウェリントンっぽい感じのね、サングラスをかけたら月曜日のコーデは完成いたしました。まあ月曜日はね、最初ということでね、結構シンプルなコーデにしたんですけどね、シンプルにはやっぱりね、こんな感じでね、帽子のロゴだったり、あとはこのね、サングラスとか、あとはカラビナをつけたり、靴のね、ちょっと違ったカラーをつけることによってね、すごくなんかちょっとそこら辺で差を出していくっていうのが僕のね、理念ではあります。でまあ、このトレーナーの紹介なんですけど、ラクシミーって書いてるんですけどね、全然調べても出てこなくてですね、大阪のね、茶屋町ぐらいのところにあるね、なんかでっかい人がおるところのお店で買いました。はい、火曜日はまだね、元気があり余ってますね。飛び跳ねながら出てきたんですけどもね、いきなりキングは取れねえだろうよい。はい、火曜日なんですけどね、火曜日はね、ちょっとこのトレーナー一回脱ぎまして、ちょっとすごい力入れてますね。女の子見てるかもしれないからね。ほんでちょっと中にね、白 T を着てレイヤードする感じにしたいと思いました。まあ少しね、レイヤードするだけでもね、結構雰囲気変わると思うので、これね、パンツなんですけどね、めちゃめちゃ懐かしいと思います。これはね、恵比寿の大黒天なんですけどもね、結構前に使ってましたね。最近あんま使ってなかったんですけど、ちょっと掘り出してきましたね。まあトップスがね、無地のトレーナー縛りということでね、下ちょっと派手に行きたいなと思ったので、ということでちょっとロールアップしていきました。ということでね、次シューズなんですけどもね、シューズから出てきたのはそばに。はい、ちゃんと行きましょうということでね、靴はこれアディダスのスーパースターでございます。ちょっとボロボロになってしまってるんですけどね、そこはちょっと許してください。やっぱね、この靴はボロボロになってもね、いつまでも好きな靴でございます。次はね、帽子なんですけど、これはワコマリアなんですけどもね、こんな感じでちょっとロゴが入ったやつがね、使いたかったのでワコマリアにしました。はい、ということで完成なんですけどもね、やっぱり上がシンプルな分ね、この大黒天のね、後ろのね、カモメマークとかも結構目立ちますよねってことで、あとはね、このアディダスのラインとか、あとは帽子のね、このワコマリアの G のロゴのとことかね、結構目立ってていいと思います。で結構前とかやったらね、この大黒天もね、結構腰ばきしてたんですけどね、今はちょっと高めに生えてね、カモミマークしっかり見せる方が好きです。でこんな格好つけてますけど、彼はタバコ吸えません。ほな火曜日はこれぐらいにしてね、次水曜日行きたいと思います。にゅー、じゃあ水曜日行きたいと思います。めっちゃすね激しょいやん。はい、さて水曜日もね、パンツから行きたいと思うんですけどね、これはリーバイスのシルバータブでございますね。シルバータブめちゃめちゃ気に入ってますね。これはね、裾上げとかしてなくて、結構裾たまる感じのレングスは長めで、ウエストは32とかやったから4かな、それぐらいのウエストだったと思います。ちょっと細めですね、僕が持っているやつの中では。でちょっと水曜日ごめんなさい、トレーナーちょっとね、隠れすぎるんですけどもね、こんな感じでね、上にキルティングを羽織りたいと思います。でもなんと言ってもね、このトレーナーよりちょっとだけね、着丈のね、短いね、こういうキルティングじゃなくても、まあ普通にジャケットを羽織ることによってね、すごくね、トレーナーもね、生きてくるというか、このレイヤードみたいな感じでね、僕はすごい好きなんです。はい、次はナイキですね。ナイキのこれはね、ダンクのハイでございますね。セカストで見つけたやつです。これもめちゃくちゃ渋い色のダンクでね、めっちゃ気に入ってます。で、帽子はね、これハフのやつですね。ちょっとキルティングの色と合わせた感じになっていますね。はい、このハフの帽子を被ったらね、このコーデは完成になるんですけどもね、やっぱりさっき言ったみたいにね、トレーナーがね、このキルティングのジャケットよりね、少しだけ丈感が長いので、言ったらまあ、レイヤードみたいな感じかな。水曜日はこんな感じで、トレーナーをレイヤードに使いましたよっていうコーデにしてみました。でね、このシルバータブもね、結構靴に溜まってくれる。やっぱりね、シルバータブね、すごいテーパードがかかってるのでね、靴に溜まるのめちゃめちゃかっこいいですね。はい、ここで帽子変えようと思うので見比べてみてください。これね、変えたんですけど、赤プルコゴールドのやつですね。このね、赤っぽい色とこの青ね、すごく合うって誰かが言ってました、色的にね。なんか被ってみたんですけどね、ええ感じで外せててね、すごくかっこいいと思います。めっちゃ僕好きでした。
い、登場してきましたということでね、次は水曜日ですね。水曜日ということなんですけどもね、次もパンツから行きたいんですけどね、すいません。次もこれリーバイスの550でございます。本当ね、黒とかやったらね、マジ一番使うんすよ、これが。本当に絶対ね手放せないということでね、次もね、これ上トレーナーの上からね、これ羽織るんですけどもね、フィッシングジャケットでございます。古着で買ったやつですね。もう箱の中身は当てる系なゲームになってるんですけどね、次はねこの方でございます。靴もね、申し訳ない、さっきと一緒なんですけどもね、ダンク履いてございますね。次で、これシュプリームのキャップになります。前も言ったようにね、めちゃめちゃ僕がね、好きなね、キャップでございます。最近ねこれを被ることによってね、よりストリート感が出て僕はね気に入っておりますね、このコーデ。そしてこのサングラス、イエローズプラスかっこ4万円をねかけることによって、コーデは完成いたしました。やっぱこんな感じでね、このトレーナーよりちょっとだけ丈の短いね、大きめのね、こういうフィッシングジャケットとかをね、羽織ることによってね、全然違った雰囲気になりますしね、すごくかっこいい感じになってると思います。僕が思うにね、やっぱりね、こういうフィッシングジャケットとかベストとかはね、こういうねトレーナーとかよりはね、ちょっとだけ丈の短いものを選ぶ方が僕はね好きでね、やっぱりちょっとだけ長いとかやったらね、なんか中途半端でね、すごく僕はあんまなんかシュレットとかね、見た目が嫌いなので、そこだけは重要視しているようにしています。でやっぱりこういうねシンプルな時とかはね、こういうの羽織るのがすごく一番いいですよね。エニマキトカゲ、はい、ということでね、次は金曜日でございます。フライデーになってね、少し彼にね疲れが見え始めましたね。はい、このパンツね、いつも出てきてると思います。僕の大好きなタイトブースのコーデュロイパンツになるんですけどもね、だいぶバギーなコーデュロイでね、やっぱりこれもめちゃめちゃね気に入っておりますね。そして久々に来ましたハフのカラビナでございます。金玉4つ。はい、次靴はね、最初使ったやつと一緒なんですけどね、クラークスにしましたね。やっぱね、これちょっと身長も漏れてね、ちょっとなんていうんやろ、大人っぽい感じも出て、僕めちゃめちゃ好きですね。で、お次はなんですけどもね、これ帽子でございます。これもね、なかなかいっぱい出てくるんじゃないでしょうか。ステューシーのね、バキハなんですけどね、これね、結構みんなに褒められること多いかな。っていうことでね、今回のね、金曜日のコーデは完成したんですけどもね、どうでしょうか。色合い的にはすごく僕は好きな感じになってると思うんですけどもね、まばらないように見えてね、ギリギリ3色で色を抑えています。というかね、この配色とかもすごくいいと思うんですけどもね、やっぱりね、このタイトブースのバギーパンツですね、コージロイのやつなんですけど、これがね、やっぱこの上のトレーナーのねサイズ感とすごく合っていてね、僕はすごく好きな感じのサイズ感全体的にねなってると思います。あとやっぱりね、僕が思うのはね、こういうバキハとかはね、シルエットが大きい感じに見えるのでね、こういうビッグシルエットのね、コーデとかにもね、やっぱすごく合うと思いますね。ということで次行きたいと思います。はい、次はパンツなんですけどもね、これはね、前ね、裾上げの動画でもこれ出てきたと思いますね。リバイスの560なんですけどもね、これも裾上げしてからね、めちゃめちゃ好きなパンツになりましたね。まあ前の形もすごく好きだったんですけどね、最近はこっちが僕の中では流行りということでね、すごいいいパンツになってると思います。バッグとかはね、あんまり紹介しないんですけど、今回はねこれをかけてみました。で、靴なんですけどね、普通に出しますよ。これはね、今回はニューバランスなんですけどもね、ちょっと色を変えて緑っぽい感じの色にしました。で、これね、次もバケハなんですけどもね、これもめちゃめちゃ僕最近ね、かっこいいなと思っているパキハでございまして、これはねパレススケートボードのやつなんですけどね、すごくね変わったデザインでね、近くで見るとねすごくいい感じでございます。はい、これ被ったら完成なんですけどもね、やっぱりこのねかけてるバッグとかもね、いい感じにね、アクセントになってますしね、腰んとこもよく見たらね、イヤホンを巻きつけたりしてね、ちょっとなんかちょっとおしゃれなんじゃねえみたいな感じを出そうとしています。そしてね、これ僕はね、こういうかけるね、バッグとかはね、結構この紐のところをすごく長めにするのが好きでございます。やっぱ長めにする方がね、このトップスのトレーナーとかもね、だるだるな感じなんでね、ちょっとね長い感じでだるそうな感じが出てね、僕は好きなんでっていうことですね、多分。ではね、こんな感じでね、土曜日のコーデはね、これで終わりたいと思います。ありがとうございましたということなんですけどもね、日曜日は見てください。こんな感じで手抜きですね。1日ぐらいこんな日があってもいいでしょうということで、おはよう、お姉ちゃん、どうだったでしょうか。僕の感想としてはとてもいろんなコーデが含めて嬉しかったし楽しかったと思います。ね、この動画最後まで見てくれた方はもうね、とりあえずチャンネル登録してくれてる方はもうとても嬉しいんですけども、インスタグラムもねちょっとフォローしていただければと思います。こんな感じでちょっとね、インスタグラムにもね、力を入れ始めたので、これからもっと投稿頻度も増えていくと思いますので、チェックよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。